暖かくなってきたので、冬場の運動不足を解消せねばと思い立ち、近くを仕事から帰ってからランニングしていた時のお話です。その夜は夜でもなんとなくもやっと暖かくて、すっかり春といった気候でした。家から少し離れたところを川を挟んで線路が通っており、その線路沿いに街灯と広い歩道があるため、そちらの方へ軽く流していました。 しばらく走ってそろそろ折り返そうかと思っていたところ前方におじさんが歩いているのを発見しました他の通行人もいなくて歩道も広いので横を通ろうと思っていたのですが思ったよりおじさんに近づきません疲れてペースが落ちてるのかなと呼吸を整えつつ気合を入れ直して走っていたらやっとおじさんの近くに来て 息をひゅっと吸い込みました。おじさんはニコニコしていて私は会釈をして通り過ぎようとしていたのですが変なことに気がついてしまったのですおじさんの頭逆向きについている背中の方に顔があって進行方向に向けて歩いているからなかなか追いつかなかったんだと突然理解してしまって 怖くて怖くてダッシュで駆け抜けました。お家へはぐーっと遠回りして帰りました。それから怖くなって夜のジョギングはしていないのですが、同じようなおじさんを見かけた方はいらっしゃらないでしょうか。